さて、邪魔が入る前にこれからの打ち合わせをしておこうか。まずこれを見てくれ。古い金貨ね。伯爵家の紋章が入っている。それに何か刻んであるだろう。言い伝えによると、妖精が刻んだ妖精の文字らしい。小さすぎてわからないわ。こんなの虫眼鏡で見ればいいじゃない。フェアリードクターの武器は妖精に関する知識と交渉能力なの。私は魔法使いじゃないわ。なるほど。で、これがそれを拡大した写し。今度は読める？最初から出せばいいのに。思いっきり英文じゃない。私を試してる？君は僕に妖精の文字なんてわからないだろうからっていい加減なことを言うつもりはなさそうだ。ならあなたはこれを刻んだのは本当に妖精だと信じているのかしら？少なくともこの程度の細かい細工なら人間の手でやれないことじゃない。つまりあなたは妖精を信じない人なのね。リディア、フェアリードクターの武器は妖精に関する知識と交渉能力だと言ったね。僕はその知識の方が欲しい。不思議な力はいらない。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。緑のジャックはスパンキーのゆりかごから月夜にピクシーとダンス。シルキーの十字架を越えプーカは迷い道。その意味が知りたい。メローの星は星と引き換えに、さもなくばメローは悲しみの歌を歌う。これで終わり？前半はやっぱり隠し場所のヒントか何かだと思うけど、伯爵家の土地はどこにあるの？所有する土地や建物が英国中に点在していてね。どこから調べればいいの？それも知りたい。知りたいの一言で済ますのは簡単よね。でもフェアリードクターへの珍しいくらいまともな仕事。あら、アイルランド系の妖精が多いのね。でもアイルランドには土地も屋敷もないな。そう、アイルランドではメローって人魚のことなの。これが宝剣を指すってことは海に近い場所かも。ここはマナン島。島なら人魚伝説の一つや二つありそうだわ。ま、手始めにするには良さそうだ。ちょうど別荘もあることだし。ロンドンへは随分遠回りになりそうね。レイブン。500ポンド？それでいい？契約成立だね。失礼します、伯爵。申し訳ありませんが、危険な人物が潜んでいるかもしれませんので、お部屋を調べさせてもらってよろしいでしょうか。どうぞ。よく確認していただこう。こちらのお嬢様は？僕の友人です。彼女のお父上から音も仰せつかってね。あの危険な人物って？それがロンドンで起こった強盗事件の犯人かもしれないということでしてね。人質を連れている可能性も。人質をですか？ええ、若い女性を脅して連れ去ったとか。あなたくらいの年頃です。少佐、彼女を脅さないでくださいよ。巷で噂のロンドンの強盗犯といえば、アメリカで100人殺しているというあれでしょ。これは申し訳ありません。ですが伯爵、アメリカの殺人鬼だという噂は単に特徴が似ているだけでしょう。
その男は処刑されました。少佐。どうだ、不審人物が潜んでいる形跡は見当たりません。ご苦労。そういえば例の強盗犯、若い男で金髪、瞳はアッシュモーブ。ライン君もいい。なるほど、ありがちな特徴だということですね。ここにも一人いる。確かに金髪にアッシュモーブの瞳だわ。エドガー。では私たちはこれで。ご協力に感謝します。ご苦労様。リディア。何？朝にはスカーバラの港に着く。船を降りる用意をしておいてくれ。なんだね、すみません。その犯人の重大な特徴を確かめればはっきりするかと。伯爵に舌を出せとでも言うつもりだったのか。第一、舌に十字架の入れ墨があるのはアメリカの殺人鬼の方だ。でも本当にアメリカでサージョンと呼ばれた強盗殺人犯は処刑されたんでしょうか。高貴な雰囲気を持つカリスマ的人物だったのに、死体がそれらしくないと。だからさ、舌を調べりゃいいんだよ。殺人犯の舌には十字架の入れ墨があるって軍人さんが言ってたんだけど、舌なんか普通見えないもの。それに入れ墨はアメリカの話よ。とりあえず人殺してなきゃ安心できるだろ。眠ってるの？あの召使いの人もいない。この隙にどうにかならないかしら。指を突っ込んだとしたら、いくらなんでも起きるわよね。何か。このまま唇を寄せてくれるなら寝たふりしておこうと思ったんだけど。これは。ごめん、女性に恥をかかせちゃいけないね。君の期待になら喜んで答えよう。違うの、舌を。舌？フランス風が好みとは。何考えてんのよ、この。もうだから違うって。ちょっと、あなた助けなさいよ。名分はね、僕が今君の細い首をへし折ろうとしたって止めやしないよ。エドガー様。冷やさなきゃ。大丈夫です、ご心配なく。入れ直してきます。先に手当てをしておいで、レイブン。はい。あの、大したことはありません。あの時エドガー様を止めるべきでした。まさかレディがあんなことをするとは想像しませんでしたので。言っておきますけど、エドガーに迫られて喜ぶ女ばかりじゃないのよ。ええ、勉強になりました。あなたおいくつ？18歳です。そうなの、私より一つ上なのね。童顔ですから。大きな瞳、きっと笑えばとても人懐っこい印象になりそうなのに。ねえ、もしエドガーが人を殺そうとしても本当に止めないの？止めるというより私が殺すでしょう。
主人のためにそこまでするの？私が罪を犯すとしたら、それはエドガー様のためだけ。漆黒の髪と同じ色だと思っていたけど、深い緑がかった瞳をしているのね。ほら、私も緑色の瞳なの。周りからは緑色の瞳は妖精みたいだって気味悪がられていたわ。それに私の場合は妖精が見えたりするわけだから余計にかもしれないけど、私は精霊の血を引く悪霊の化身として生きてきました。でもエドガー様は私の中の精霊ごと引き受けて主人になってくださいました。私にはこの国の妖精たちは明るすぎてよく見えませんが、私の精霊もあなたには見えないのでしょうね。私にはレイヴンがほんのかすかに笑ったように見えた。でもそれは暗く寂しい微笑み。同じ精霊につながる力を持っていても私たちは違うのだと言われた気がした。旦那、馬車をお探しで？いや、結構。まあそう言わずにお安くしときますぜ。ありがとう。連れが馬車を呼びに行ってるところなの。リディア。動くなよ。さあ。ああ、ハスクリー君か。君もしつこいね。何を気取ってやがる。貴族ごっことは呆れるな。ごっこじゃないよ。それに僕はサーではなくロードだ。間違えないでくれ。ふざけるな。お前のせいで父は。彼が病院で生死の淵をさまよっているのは自分の腕もわきまえず君がむやみに発砲したからだ。うるさい、黙れ。警察に突き出して縛り首にしてやる。ああ、それで君と父上の罪も明らかになる。一緒に処刑台に行くか、それとも。エドガー様、この先の角に通じ馬車が。やっちまえ。頼んだぞレイフ。リディア。彼女はこちらにもらうと言っただろ、ジョン。どうあがいてもお前はゴミためで死ぬのがお似合いだ。ジョンって誰？さあ立て。いや、離してったら。おとなしくしろ。ゴッサム、やめろ。身を挺してかばうとは、やはりあの男は後継者にはふさわしくない。なあリディア、とっとと逃げた方がいいんじゃないか。ニコ、どこ行ってたのよ。ちゃんとくっついてきてたぜ。姿は見えなくしてたけどな。
あいつやっぱり手配中の強盗だったんだな。みたいね。でも私をかばってここまで連れて逃げてくれたわ。それはあんたがいないと青騎士伯爵の宝剣が見つけられないからだろ。けど私を助けて自分が死んだりしたら元も子もないじゃない。あんたの道場を買うためなら500ポンドより安いもんかもな。そうね、確かにニコの言う通りなのかもね。こいつを湯に溶かして奴に飲ませろ。何なの？妖精秘伝の眠り薬さ。今ならあの歩く武器みたいな召使いもいない。そっか、そうよね。逃げるチャンスはレイブンのいない今なのよね。ん？しっかりしてくれよ。あんまり動くと傷に良くないわよ。火をつけただけだ。痛む？少しね。それよりも僕は君がまだ目の前にいることが信じられない。どうして？人を騙したり脅したりするのは得意じゃないの？ロード・エドガー、それともサージョン。エドガー、それが僕のファーストネームだった。だった。12の時、その名を持つ少年は両親と共に死んだ。反逆を疑われた父は家族を殺して自殺し、家計は断絶した。だから今の僕は亡霊だ。君の好きなように呼べばいい。でもあなたは生きてるじゃない。そう、生きてはいる。でもね、地獄だった。白人奴隷を欲しがっていた男に売られたんだ。男の元を逃げ出してからは最下層のゴミためにいた。生きるためには何でもしたよ。ただどこに逃げても奴隷の刻印はつきまとい、追っ手の影に怯え続けた。奴隷の刻印？知っているんだろう、僕が背負っている十字架のこと。じゃあ本当に入れ墨があるのね。入れ墨じゃない、焼き印だ。僕を死なせなかった男が自分の家畜につけた印さ。じゃあゴッサムという人は？ゴッサムは精神医学を研究している医者で、人体実験の材料として犯罪者の脳みそを欲しがっていた。つまり僕のね。人体実験ですって？捕まった僕が公死刑にされる前に金を積んでゴッサムがすり替えたんだ。それで脳みそを取られたの？面白いこと言うね。ゴッサムは罪のない人間も実験と称して多数殺している。そんな良心を持たない人間がいるっていうの？リディア、人はどんな残酷なことでもする生き物なんだよ。よくわからないわ。本物の伯爵でないならメローが守ってる宝剣を手に入れるのは無理よ。それでも僕は宝剣を手に入れるしかない。それよりも本当のあなたの名前を取り戻すべきじゃないの？反逆の烙印を押された仮面を取り戻して何になる。たとえ偽物でも僕には大きくて存在感のある名前が必要なんだ。きっと偽物を本物にしてみせるよ。強盗が刃物を持っていては君が眠れないだろう。預けておくよ。
お茶ってわけにはいかないけど、少しは気分が落ち着くわよ。ありがとう。何を入れたの？何のこと？ミントの歯以外に何かを入れたはずだ。こういう極悪人を刺激するのは危険だ。命がいくつあっても足りないよ。脅したって言いなりになんかならないから。人を言いなりにする方法なんていくらでもあるよ。世間知らずのお嬢さん、自分が息をしていることすら許さないほどの絶望なんて想像もできないんだろうね。あなたはそんな風に絶望したの？そうだ。青き新伯爵の宝剣だけが僕の希望だ。リディア、僕を見捨てるのか？そんなこと言われたって。行かないでくれ。わけがわからないわ。どうしても行くというなら僕はここで死ぬ。ちょっと待ってよ。最後の希望が消えるなら生きているほど苦しむだけだ。これが毒薬なら僕が死ぬと言ったところで君の心は痛まないわけだ。まさか眠り薬よ。そうなら目覚めた時に運命が決まるわけだ。君が目の前から消えたなら僕の命はそれまで。ちょっと待ってよ。おやすみ、僕の妖精。エドガー様。アーミン。おはよう、リディア。何すんのよ、この。もう嫌われたかと思っていたのに、また会えて嬉しいんだ。嫌いよ。私は嘘つきが嫌いなの。だからあなたも嫌い。でも君は僕を見捨てなかった。それは私がフェアリードクターであなたが依頼主だからよ。ねえリディア、僕の身を案じてくれてるととってもいいのかな。宝剣を守ってるメローは悪い妖精じゃないけど危険な力を持っていて。力を合わせてきっと宝剣を手に入れよう。ちょっとエドガー、人の話聞いてる？ああ、その名で呼んでくれるんだね。嬉しいよリディア。あなた本当は死ぬ気なんかなかったんじゃ。君がいてくれたから生きてるんだよ。命の恩人だ。もういいから、もう手を離して。カールトン教授、朝早く失礼します。お嬢さんが強盗に連れ去られた可能性があります。リディアが連れ去られた？我々とご同行をお願いします。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。